今シーズンからカタール富山から完全移籍で加入することになりました中田裕樹です。それはもう絶対 J スキー上がるっていうのと、まあ、JFL 優勝っていうのはもう最大の目標なんで、それに向かって頑張ります。まあ、スタジアムも新しくて、まあ、いい環境だと思うんで、まあ、ぜひ足を運んでいただいて、まあ、勝利でそれを見せて、まあ、サポーターともに喜べばなと思ってるんで、今シーズン応援よろしくお願いします。SC 相模原から移籍してきましたキム・ヨンファンです。年齢は23歳、ポジションはフォワードミッドフィルダーです。自分はあまり技術があるタイプの選手ではないので、泥臭く、勝利への気持ちを見せていければなと思ってます。初めての東北地方なので、いろいろな美味しいお店など教えていただければなと思ってます。一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。フォワードの峰和樹です。よろしくお願いします。しっかりチームに、貢献して J3 昇格することが目標というか意気込みです。 J3 昇格には、サポーターの力が絶対必要なので、1試合でも多く試合を見に来て僕たちを応援してください。よろしくお願いします。 FC 岐阜から来ました背番号27番ディフェンダーの野貝斗俊です。ここに来たのは、チームを J3 に上げるために来たので、それを目標に頑張っていきたいと思います。今年1年、共に、J3 を目指して、頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。関東学院大学から来ました背番号15フォワード井上翔太郎です。今季の意気込みとしては、JFL 昇格を目指してチームの力になれるように頑張りたいと思っています。新参者ではありますが今年1年よろしくお願いします。国士舘大学から来ました背番号24番橋本光成です。 J3 昇格に向けて自分の持ち味であるスピードと運動量を生かしてチームに貢献できるように頑張ります。共に J3 昇格という目標を達成できるように頑張りましょう。応援よろしくお願いします。